編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。受験メンタリー、皆さんこんにちは。受験生版タイガーファンディングの小林です。今回はですね、スペシャルゲスト林芳也くん来ていただきました。受験お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。よろしくお願いします。はい、皆さんもね、もうたくさんコメントいただいておりましたけれども、はい、2023年度入試の結果報告ということで、改めて動画を撮らせていただいております。はい、いつも僕らズームで撮影をしていたけれども、ね、はい、今日は直接ね、はい、リアルで会って、しかもスーツも着てきてくれて、はい、はい、お話ししていただけるということでね、はい、僕も楽しみにしておりますけれども、今回のね、結果を伺いつつ、皆さんに報告ができればいいなというふうに思っております。はい、じゃあまず最初にですね、結果を聞いて、であとちょっとね、はい、動画が遅くなっちゃったこともあったんで、その辺の話もね、後で、はい、できればいいかなと思っております。はい、じゃあもう皆さん聞きたいと思うんで早速参りますか。はい、まず受験校とかも多分明確に視聴者の方には伝えていなかったと思うので、はい、まず私立と国立どこを受けたか教えてもらえますか。はい、まず私立としては順天堂大学と東邦大学を受験いたしまして、国公立としては宮崎大学を受験しました。はい、はい、もちろん全部医学部ね、はい、医学科を受けていただいておりますが、はい、今回結果はいかがだったでしょうか。はい、私立は、どちらとも一次試験は合格できたんですけど、私立国公立両方とも二次試験は突破できずに、終わってしまいました。はい、ということで、3校受けてですね、はい、どちらも不合格という結果ではありましたけれども、はい、個人的にはそうですね、私立の一次合格が取れていたことは、はい、素晴らしいと思うんですよ。うん、で、以前のね、いつぐらいの動画かな、多分これの1個前の動画で多分言ったと思うんですけども、はい、かなり力はついてきてると思うと、言ったことで、僕はね、チャンス全然あると思って。たんですけど、はい、やっぱりちょっとね、二次の壁が厚かったかというところかなと思いますね。でも本当に、でも僕ちょっとこれ本当失礼な話なんですけど、はい、順天一次通ったって僕は聞いてたんで、はい、マジかと、ちょっと ごめんね本当に、東邦は取れる可能性あると思ったんだけど、はい、順天も行っちゃうみたいな、僕は嬉しかったですね。ありがとうございます。はい、ただ多分国公立の方は共通テストがね、そうですね、あんま振るわなかったんだよね。はい、ちょっと結果言える範囲で、はい、共通テストの点数として、その点数調整後、この生物と化学の調整後で、成績、自己採点だけなんですけど、今692点ぐらいで、はい、全然、受験全くできないレベルではないけど、合格は頑張らないと、二次試験で頑張らないと厳しいなっていう段階になってて、でその後でいろいろと、キャスタイス。もう先生方と相談しながら、受験校を決めて、ベストは尽くしたんですけど、やはりちょっと厳しかったなっていう感じでした。そうですね。林君はね、すごいちゃんと連絡はずっとね、くださったし、はい、例えば、他の人は悪く言ってはないんですよ。ただやっぱりどうしてもね、精神的にきつくて、連絡途絶えちゃう方とかもいる中で、林君は1年間、もうしっかりと連絡も取り合ってね、やれて、で、共通テストもね、振るわなかったけど、ちゃんと連絡をしてくれて、で、僕らも、であれば、ちょっと受験校で本当にね、人生変わってしまう可能性があるので、僕含めね、うちの専門部隊と話をしていただいて、はい、で、じゃあ宮崎がいいんじゃないかということで出していただいたという経緯があります。はい。はい、でもやっぱり700点切ってますからね、はい、8割切っちゃうとなかなか、やっぱり学部難しいですね、国立はね、はい、っていうのもあったんで、でも2次はぶっちゃけそれなりに戦うことはできたんじゃないですか。そうですね、戦うことはできた、うん、ではあるんですけど、反省点としてちょっと英語で、自分のこと過信しすぎたなってのがあって、共通テストと私立英語でずっとうまくいってたんで、ちょっと二次試験の国公立の筆記の英語をちょっと甘く見すぎたなってのがありました。なるほど、ね、はい、はい、というわけで、報告をねしていただいて、まずはありがとうございます。はい、はい、で視聴者の方もね、非常に応援してくださった方もいると思うんですけど、はい、どうですかね、いい報告はね、もしかしたらできていないのかもしれないけれども、林くんの本当にリアルな1年間の頑張りは僕は伝わったんじゃないかなと思うんですよ。で、その中で、報告がちょっとね遅れたというか、遅く動画を出していて、はい、他の子たちの方が先にね、もう出しているし、コメントなんで、林くんはまだですかみたいな、めっちゃ来てたんですよ。はい、はい。はい。ちょっとその辺の経緯なんですけど、はい、一応説明しておきますか。そうですね。はい、
まず経緯としてはまず国公立の、まあ、成績が返ってきたのが、うん、まあ、3月8日っていうのもあったし、うん、まあ、一次試験が突破したので、まあ、補欠合格の可能性もあったので、うん、まあ、それをもう少ししばらく様子を見てから撮影をしたいなっていう、うん、まあ、僕の個人的なあれですね。そうですね、はい、まあ、医学部入試って結構特殊で、あの本当にですね、あの受験の形態によっては3月の31日に回ってくる、うん、あの補欠もあるんです、うん、まあ、詳しくここで説明はしませんけど、はい、なので例えばですね、こっちに受かっていたけどこっちの合格が来たからやっぱこっちに変えるとかってことが当然あるわけですね、うん、で例えば受かったからといってあの調子に乗って動画撮って出しちゃうと、それ皆さんあの全日本国民が見るじゃないですか、はい、全日本っていうか世界中が見るわけですよ、はい、そうするとあれ私こっちに行くって言ってたのに、え、行ってないじゃんみたいな、はい、それおかしなことっていうのが起こってしまいうるわけですね。はい、なので医学部の場合ね、うん、なのでそれはちょっと今良くないだろうと、はい、ということでなるべく、まあ、ちょっとギリギリまで待った上でっていうのと、うん、あと申し訳ないですが僕もあの毎日暇ではなかったので忙しい中ちょっとね時間調整させていただいてちょっと興味になったと、はいはい、いうことなので、あの、まあ、僕にも責任はあるんですけども、あの、まあ、そういった中でね、はい、まあ、取ることはできましたんでお許しいただければと思います。はい、まあ、その上で別に謝らなきゃいけないね。はい、なんでその上でまあ、まあ、ここからちょっと客観的に、1年間を振り返って、はい、まあ、どうだったか、はい、まあ、もちろん良かったこともあれば、まあ、反省というかね、うん、あると思うんで、それちょっとね、お話お願いします。はい、まず反省点からだとすると、やっぱりその撮影の時も言われたんですけど、あまりにもちょっと自分が見てる、見えてる世界と、実際の受験の厳しさっていうのが全然違ったっていうのがあって、僕個人的にはその、まあ、あんまり本当に浪人の時もあんまり勉強してなくて、勉強してなくてこれぐらいの成績だったら、もう1年やったら、まあ、他の浪人生と比べたらもうバンって伸びて一発ですぐ受かるだろうみたいなことがあったんですけど、この勉強習慣っていうのをあまりにも甘く見すぎてたなっていうのがありました。でまずこの勉強習慣がちゃんとできてなかったからこそ、なんかその次のステップであるなんか毎日計画を立てたりとか、そのまあ中長期の計画を立ててその通りにやっていくっていう段階に移動するのもものすごく遅くなってしまったしっていう感じで、そのまあ、自分が全然その受験に対して無知だったっていうことがまず一つの反省点で、うん、で今そのやっとその勉強をしっかりその地に足ついてしっかり始めたのが、うん、まあ、6月頃になってしまったっていうのもあって、ちょっと勉強始める時期が遅かったっていうのも、まあ、一つ反省点としてあってあります、うん、で良かった点としては、まあ、本当に僕受験生版タイガーファンディングの撮影当日までは本当にもう自分の人生に絶望していて、もう本当にもう全く成長がなくてこのまま人生終わってしまうんじゃないかっていう心配があったんですけど、まあ、この1年は本当にその自分が、まあ、やりたくないことでもやらないといけないこと、まあ、これを優先して努力できる、その努力した1年であって、まあ、自分なりに本当にすごく結果はもちろん、まあ正規合格はもらえなかったんですけど、すごく成長できた1年だと実感できたので、うん、まあ、そこはすごく、まあ、この1年を通して、まあ、受験生もタイガーファンディングに出て、まあ、1年間頑張れてよかったなと思う点です、はい、まあね、もちろん受験にね、まあ、不合格だったっていうのは残念なことではあるんだけど、はい、まあ、これだけね、まあ、明るく前向きにね、まあ、振る舞ってくださっているのは素晴らしいことだなと思います、はい、うん、まあ、ただ、まあ、その上でですよ、今後どうしていくかですよね。はい、なんか以前収録の時には、はい、じゃあ来年ダメだったらどうするのって某ね、H 先生、まあ若くすぎないんだけど、はい、細井先生に言われて、はい、ね、働きますバイトしますみたいなこと言ったら、はい、諦めんなよみたいなこと言われてまして、はいはい、その辺の今どういう気持ちですか。はい、もう今としては本当に去年その時の気持ちとしては本当に1年やってまた変われなかったらもうそのままなんだもうって感じで絶望な感じでも1年やってもうそれで変わらなかったらもうやめようと思ったんですけど、うん、この1年として本当にいろんな、まあ、たくさんの人に批判もされてみたり応援もされてみたり、うん、いろんな経験を通してすごく成長できたので、うん、本当にもう1年頑張れば、もう1年頑張って本当にその医者になることが、うん、できると自分では思ってるので、もう1年本当に頑張ってその受験勉強もう1回医学部に挑戦したいと思ってます。はい、だからもう1年勉強すると、はい、そういうことです、いうことですね、はい、はい、まあ僕はぜひそうしてほしいなと思っていますよ、はい、はい、まあ、というのは ここからちょっと本当受験屋さんの話になっちゃうんですけど、はい、まあ、今回受けていただいたのが順天東邦宮崎じゃないですか、はい、まあ、まあ国公立は当然むずいのは当然として私立もまあ上位しか受けてないんですよね、はい、でもちろん学費のこととかいろいろなこう理由で、うん、まあ、そこを受けていると思うので別にその2つだったことは僕は全然その問題はないと思うんだけども、はい、力で言うと言ったらもう少し、まあ、その中堅目の
医学部であれば、うん、多分受かったと思うんですよ、うん、力的にはね、はい、うん、なので、まあ、この1年しっかりとねもう1回やっていただくことで、まあ、道は開けてくるんじゃないかなと思いますし、まあ、今年取れなかった大学をもう1回受けるのか、まあ、別の大学になるのか分かりませんけれども、はい、まあ、ぜひね、この1年間さらにね応援していきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます、はい、まあでもね一応エクストラステージなんで、はい、動画でねこう、まあ、また模試で追っていっていいのかな、はい、僕的には本当にもうしっかりと皆さんに報告する義務もあると思ってますし、はい、せっかくこういった受験生対話ファンディングでこうやってそうやって勇気をもらってなんかそのまたもう一歩進む、うん、そのきっかけをいただいた以上最後までしっかりと報告する義務もあると思っているので、うん、まあ、今後ももしの成績があればまた小林先生と一緒に報告していきたいと思ってます、はい、そうですね、はい、まあ、僕らもね、なんていうかなサポートできることはいろいろあると思うので、はい、でまあ、多分ね今年に関しては今年というかこの1年に関しては特にねその投資を受けてるわけではないので、はい、まあ、塾とかはあんまり多分そうですね予備校とかは 今の段階では考えてないっていう状況です。そうだね、はい、まあ、その分だからねその申し帰ってきた時に、うん、僕が何かアドバイスできることがあれば、はい、まあ、皆さんのね見せる形で、またその映像としてもやりたいけども、うん、まあ、プラスアルファそのおまけでね、何かサポートできることがあれば、どんどんさせていただきたいなというふうに思っております。はいはい、ありがとうございます。はい、まあ、あとでも、模試のあれだね、その、ほんと、林くんは全部ちゃんとやってくれるから、うん、模試を。はい、林くんばっかりになってるわけよ。あ、そうなんですね。そう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 。はい、まあ、でも、まあ、視聴者の方も望んでると思うんで、はい、まあ、いい感じでね、ちょっと数を調整しつつ、はい、はい、やっていければなというふうに思いますね。はい。はい、まあ、でもね、まあ、本当に、結果としてはね、厳しい結果ではありますけれども、うん、なんかその、はい、今は厳しい結果なんだけど、結構先に光が見えてる、ね、うん、そうですね、状態かなと僕は思うので、はい、まあ、ぜひね、1年間頑張っていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ぜひ、ね、視聴者の方もね、まあ、こういう決断をね、林くんしてくれているので、まあ、改めてね、応援をしていただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、まあ、今日はね、林くんわざわざ聞いてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい。視聴者の方も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング、志願者募集中。夢に踏み出したい、熱意のある方、大募集。詳しくは、概要欄から。